すげえいい感じなんだけど分け目できてるでしょ。皆さんおなじみ野口英世さん、この人になりたいと思います。今日は千円札を下ろしてきました。数えます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,74,75,76,77,78,79,90,9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 1,82,
ると思うんですけども、野口さんの髪の毛はですね、ちょっと天然パーマなのかパーマをかけたのか分かりませんけど、まあこの時代、まあ、パーマがあったのかも分かりませんけどもね、あのぐるぐるぐるんとぐるぐるぐるんと、あのいい感じのね、あのおしゃれ髪になっております。ということで、このままね普通にこうやって折っても、まあもうストレートヘアになっちゃうんですよ。ほら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 、ということで、ちょっとね今回は折り方にもね、ちょっと工夫しながらやりたいと思います。レッツゴー。芋虫の口、ターバンの口。まずですね、こちら先日ご用意いたしまして、こちらをですね、まずこの口をこう折ってですね、これは私の野口さんの顔が見えるところ、そしたらですね、これをグイッと持ってきまして、でこれをこう折りまして、はい、野口さんこんにちはという感じですね。こんにちは。はい、そしたらですね、こっちのこっちを折ります。はい、こう折りました。そしたらですね、野口さんの輪郭に合わせてこのようにですね、斜めに折って、ここも折って、こんな感じですね。で角をちょっと潰して、そうしましたらですね、こちらですね、こちらを一回この辺で折り曲げ、ちょっとだけこう戻し、でまたこの辺で折り、でまたちょっと戻し、この辺でもう一回折って、でまたちょっと戻し、小山さんが 1,2,3 個できる感じにします。そしたらですね、こちらを半分に折って、はい、半分に折りました。小山をこのようにピンとピンと、芋虫野口さんの完成でございます。ピン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 、どうもこんにちは、芋虫野口です。まずですね、この顎のライン、顎のラインを取ってですね、まず折ります。頬に沿ってこのように折ります。そしたら、横にこう折ります。後ろはこんなになってるんですけども、ちょっとだけ折り返しをつけてあげて、こんな感じでちょっとだけこれをパタンと戻して、こんな感じですね。そしてこっちの輪郭に合わせて、はい、こんな感じで、そしたらまたこの横のフェイスラインに合わせて、はい、こんな感じになりますね。はい、こんな感じに折りましたね。またこちらに折り返しをつけてあげます。そしてこっちをまたパタンと挟みます。こんな感じですね。そしたらですね、ここを三角形にこう折って、そしたらここをパタンと挟んであげて、であとはもう後ろでもうこんな感じで見えないように折って折って、ターバンの口完成でございます。でこの芋虫野口さんのこの芋虫の体の部分、これがね結構使えるんで、こういうパターンも、使いながら、表現していきたいと思います。野口さんの頭を作っていきたいと思います。レッツゴー。Trai farfalle ogni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle trovando a riposo, ma ci sei tu a tuo giro d'amore, delle belle trovando. Esh, esh. Ah.ちょっとね、この写真だと後ろはわからないんですけど、あのなんか想像で後ろはやります。はい、いいですね、いいですね。でこれをね、写真をよく見るとね、7,3ではないけど8,2ぐらい、9,1ぐらいか、この辺からスパンとね。もみあげはこれターバン野口さんを使いたいと思います。ちょっともう一個ぐらいつけておこうターバン野口。ここもふっとね、もじゃもじゃっとやりたいんです。頑張りましょう。先輩まだかな、
約束の時間過ぎてるんだけどな。おお野口くん、お待たせお待たせ。あ、先輩、どこ行きますか今日。後楽園のジェットコースターとかどうだい。いいですね、楽しそう。はい、ということで野口英世です。はい、めっちゃ似てないこれ、このプルッと感。いやこれはね、きっとね野口さんも喜んでくれてるはず。100枚に見えないけどね。100枚になってますちゃんと。はい、ということで皆さん千冊は大切に使いましょう。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。